さあ始まりました。2月の2日木曜日、41年前の今日ですね、徹子の部屋が始まった日でございます。さあはるちゃん、いよいよタイトルコールから始まってまいりましょう。はい、会場の皆さん準備はいいですか？はい、よろしいですよ。それでは行きます。せーの、原宿駅前ステージ。はい、スタートしました。さあ今日もですね、いつもとはちょっと違ったオープニングを迎えると聞いておりますけども、何をしてくれるんですか、はるちゃん、あゆみちゃん。はい、今日は、ね、ふわふわもエースも乙女も、はい、私服的衣装で登場します。私服で何を歌ってくれるんですか？ウェルカムトゥーザミラクルランド。あ、いいですね。ウェルカムトゥーザミラクルランドってね、もう野原しんのすけみたいな言い方でありがとうございます。では早速ね、スタンバイの方お願いします。はいはい、全員のね、私服見れるのこの番組だけですからね。もう私服ですからね、ストッキングが伝染してないことを祈りましょう。さあそれでは参りましょう。ウェルカムトゥーザミラクルランド、どうぞ。さあ改めまして、はるちゃん、そしてあゆみちゃん、こんばんは。こんばんは。あ、どうぞ。はい、3人でこんばんは。どうも、どうでした、私服で踊るっていうのはね、なかなかないと思いますけども、どうでした。かわいい。かわいい。あの聞いてください。ずっと聞いてますよ。どうしました。大好きな服のところなんです。大好きな服のところ。なるほど、お店のことを大好きな服のところ。いいですよ、ありがたいです。でもこれ本当にみんな私服なんですもんね。いや、いいですよね。どうでした、あのね、ずっと踊りにくいとかそういうのありませんでした？あ、大丈夫ですね。頭が大丈夫です。大丈夫でした。ズボンなんでこれ。ねえ、いや好きなんです。あのリング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 のところ、あそこの振り付け超覚えたいんですけどね。なかなか難しく見えますけど、やっぱ難しいですよね。ねえ、リングリングのところ。私も覚えるのに3日くらいかかりました。3日かかってやっとのことでね、はい、ありがたいですよ。まあ
ということで、いよいよ2月3日、明日はね、ベトナムの独立記念日なんですけども、あ、違います、節分ですね。ベトナムもそうなんですけども、はい、明日節分だ。節分なんですよ。どうですか、いつもやってます、恵方巻きとか豆巻きとか。はるちゃんは、あの、方向向いてこうやって食べてます。こう、あ、今年ね、ホクホク製ということですから、皆さんでね、やってほしいんですけど、ちなみに恵方巻き、あれね、あの、七福神をイメージして7つの具材が入ってるんですって。まあ、みんなね、あの、いろいろ卵とかね、いろいろ椎茸とか入れるじゃないですか、うん、入れてみたいっていうのをそれぞれじゃあ一つずつ、私だったらこの具材、うん、はるちゃんどうぞ。納豆。納豆、あー、納豆巻きからね、絶対美味しい。はい、じゃあ一人ずつどうぞどうぞ。あ、そうだね、まあ、いいよ。卵入れたいです。卵ね、卵はもう入ってますから。そして最後、なんか、あの、ブロッコリーみたいな、ブロッコリーやつを入れたいです。最近すごいブロッコリーをマヨネーズにつけるのにすごくハマって。なるほど。お、まあでもお寿司の中のね、ブロッコリー美味しいかもしれませんからね、うん、美味しいと思います。はい、ぜひぜひまた後でね、もし恵方巻きの方も皆さんでね、明日向けてやってほしいと思います。さあ、今日も盛りだくさんでございますから、あゆみちゃん早速このコーナーからいきましょう。はい、続いてはクロちゃんの今週の推しメンです。それではどうぞー。